早速みちおくんフィギュア売ってるな。人だかりもできてるし、仕分けた甲斐があったぜ。よく見たらあいつ小野道夫じゃねえ、パチモンじゃねえか。見て見て、これ可愛くない？今クラスで流行ってるんだ。あれ、道夫くんの頭についてるのって尾道ラーメンだったような。これうどんだよね。うどんもラーメンも大して変わらん。道、さあさあ早く買え。道、とりあえずプロデューサーの弘中に連絡しておくか。はい、弘中です。おう、俺だ、春日だ。おう、道夫鑑定士の春日さん、この間ありがとうございました。どうされました？実は今、偽道夫グッズを路上で売ってるやつを見つけたんだ。なんですって？本当ですか？ああ、場所は中華街の太陽門近くだ。道夫のパチモン着ぐるみを着て商売してやがる。パチモンの着ぐるみ、わかりました。私も準備してすぐに向かいます。準備、まあいいか。とりあえず弘中が来るまで、あのパチモン野郎を見張っておこう。ねえねえ、その頭の果物ってみかんなの？あ、あ、あ、まあそんなもんだ、みっちー。あいつ、道夫の名を語ってひでえ真似しやがって。もう黙っちゃいられねえ。あのパチモン野郎、今すぐぶっ飛ばしてや。待ってください、春日さん。おう、弘中か。あいつさっきファンの子供。おお、あんた、弘中だよな。今の私は弘中であり、弘中ではありません。偽道夫に対する怒りが波動に目覚めた小野道夫です。道夫君の偽フィギュアを売るだけでは飽き足らず、道夫君を語って子供を泣かせるなんて絶対に許せません。プロデューサーであるこの私が直々に真の小野道夫となって、あのパチモン野郎を成敗してきます。おい、微妙によろけている気がするが、サイズとか大丈夫か？そのくらい道夫君への愛で何とでも補います。では。お嬢さん、そんな奴から偽物のフィギュアなんて買ったらダメだ。道、え、道夫君が二人？そいつは小野道夫じゃない、真っ赤な偽物だ。道、あん、誰だってめ。誰だと聞かれたら名乗ってやる。道、チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、
生かした名ういONO トレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道夫だ。アコギな商売はやめて、この町から出て行け道。ああ、何言ってんだお前、本物の尾道夫がこんなとこ来るわけねえだろ。え、商売の邪魔しやがって。おいお前ら、このふざけた野郎を叩き出せ。おいおい、大丈夫なのかあれ。え、あの、ちょっと待つ、みち。やるならディベートで勝負しませんか。私、尾道の大会で4位になったこともありまして。んなことするわけねえだろ。とっとと消え失せろ、クソ着ぐるみが。うん、ちょっと待って。痛い。いやいや、やめて。おーのー、広田さん。おい、大丈夫か。しっかりしろ。広中、こんなになってまで道を守ろうとして。スーツだってブカブカでろくに動けなかっただろうに。連中に向かっていくあんたの姿、めちゃくちゃかっこよかったぜ。あとは俺に任せな。あんたや尾道の人たちの思い、俺が守ってやるからよ。なんだお前、懲りずにまた殴られに来たのか。いや、てめえらの商売を終わらせに来た。ああ、偽物グッズで荒稼ぎ、ファンの子供は泣かせる、道夫のことは何も知らねえ、そんなゴミみてえな振る舞いをいつまでも続けさせるわけにはいかねえ。ついさっきボコられたくせによく言うぜ。せっかく楽して儲かる稼ぎを見つけたんだ、まだまだ儲けさせてもらうぜ。ゆるキャラごときが正義感かざして俺らに盾ついたこと後悔させてやるよ。話しても分からねえ。確かに俺はゆるキャラだが、八問見逃せるほどゆるかねえんだよ。抜かせろ。おいお前ら、こいつぶち殺すぞ。あ、出してんじゃねえぞ。やられたもんだ。さーて、かかってみよう。よし、行くぞ。来てみろ。私が相手で、なめんなよ。とっておきだ。やってやるぞ。ザーコ、俺の番ね。うん、またいい女になっちゃった。なんだよ、クソ強いじゃねえか。所詮お前はまがいものだ。作り手の熱意や思い、情熱が宿ってるから本物であって強さを持ってるんだ。愛情のかけらもないお前らが何度挑んできたって一生俺には勝てねえよ。おい、他にもパチモン作ってるやつがいたら今すぐやめさせろ。これ以上作り続けるなら尾道夫が潰しに行くと伝えておけ。はい、すみませんでした。そうだ、広中は、広中、大丈夫か。私は大丈夫です。それよりもあちらの皆さんのことをお願いします、道夫君。皆さん、いや、その道夫は腕っぷしには自信があってだな。すごい、
道夫くんが偽物をやっつけた。え、かっこいい。そういえば聞いたことある。道夫くんは地元のチンピラグループを滅ぼしたことがあるって。さすが本物は強いな。最初にやられたのは油断させる作戦だったのか。道夫くん、あ、さっきは来てくれてありがとう。僕は本当に嬉しかった。そうか。それでね、あの決めポーズもう一回やってくれないかな。あ、私も見たい。さっきちゃんと見られなかったし。私も。仕方ねえな。それじゃあ行くぞ。よく見てろよ。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイウオノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾道夫だ。いいぞ道夫くん。最高。いや、本当にありがとうございました。あのパチモン野郎を蹴散らしてくれてスカッとしました。町の人もちゃんと公式ショップから買ってくれるって言ってくれるようになりましたし、これは心からのお礼です。そうか、それはよかった。さっき殴られたところはもういいのか。ええ、大丈夫ですよ。あれくらいでへこたれてなんかいられません。それにあのパチモン男が最後の一体だとは思いません。このままの話にしていたら、あのパチモンの同類がまたどこかで作られるでしょう。ですから私はこれからもそんな連中と戦っていきます。道夫君への思いは何よりも強い武器ですからね。そうだな。ところで俺はいつまでこれを着てりゃいいんだ。いい加減暑いし脱ぎたいんだな。もうちょっとだけお願いします。あ、着きました。ここは土産屋じゃねえか。なんかあんのか。実はこのお店に尾道の商品を置かせていただいているんですよ。せっかくなのでブログに載せる道夫くんの写真をここで撮らせていただければと思いまして。そういうことか。だがちゃっかりしてんな。わかったよ。じゃあすみませんがよろしくお願いします。ありがとうございました。では私は早速ブログを更新してきますんで、春日さん、またお会いしましょう。ああ、頑張れよ。やれやれ、一件落着ってところか。あれ、この着ぐるみどうしたらいいんだ。あ、道夫くんだ。遊ぼう。抱っこして。おおノー。